何がスタッフルームにあるんだっけ？はしごの、ああ、セーブ！ああ、はしごおう。の、証拠、なんか、あれは、お、あ、ジャクオ！俺、ジャクオ。あ、そしてカンナさんか、これ。おう、そうだ。あの化け物についてどう思う？どうって？今までは奴らの目を逃れてやって来られた。それがあんたが水族館に来た途端、あのざまだ。いやー、怪しむでしょうね。裏口を封鎖してから奇襲をかけるなんて、そんな知能が奴らにあるのか？奇妙じゃないか。まるで示し合わせたみたいに。そんな話のために私をここへ呼び出したの？すべては黒沢のせいだと思っていた。だからあの少女だって追い出したんだ。俺は彼女たちに謝らなければならない。本当の黒幕は、背中を向けるな黒幕に！うん、それな。危ない。もう話すことはなさそうね。ああ、ほらね。ジャクオも、まあいいやつだったよ。ああ。だから邪行なんだよ。本当だよ。弱い男と書いて邪行だったんだ、こいつ。じゃあね、さよなら。ああ。なんでバレないええー。の？ そんな。井ノ原カンナ、やはり彼女が。もう確信に変わりましたね。ああ、じゃあこう、あ。間に合うか？君たちは。そうか。きっと、恨んでるだろうな。俺のことを。いいんです、そんなこと。それより早く何とかしないと。今、助けよう。いや、もう、どうにもならんさ。君たちは、自分自身のために、やるべきことをやれ。着王は、じゃあこう調べられない。ああ、工具についてとか、そんなことより先にセーブだよ。はしご昇降用の工具はロッカーから取り出してください。パスワードを忘れた場合はポスターで各自確認してください。これか。おお、かわいい。おお、VTuber さん。ここに書いてあるのか？そんなことはない？かわいいってなさそうだだな。ねえ。これじゃないのか。調べられない。ああ、そういうことか。そうよね。はいはい。じゃあ、ポスターにあったのはその背景？ねえ、でも？え。え、どう、どう、うん、ちょっと待ってよ。なんだろう、イノシシ、オオカミ、オオカミ、オオカミみたいな。ねえ。全部オオ、あ、全部オオカミかも。あ、全部狼か。イノシシに確かに見えるわ、これ。傾いてるオオカミ。左向きオオカミ、右、え？左あ、向き逆だ狼わ。が2匹いるよね。そうだね。え？ 右、左、左。あ、違うわ。もう一個なんかと組み合わせて考えるやつ。ああ。電気消えるんかい。え、なんで消えんの？わあ。消えた時になんか見えるようになってるとか、蓄光の何かがあれでか。そうかも。お。おお、なるほうぇど、ナイス。ー。2864。4。ふんふん。4268。4268かな。6解は除。やっい。た。算バ数。ール！お、来ちバールのゃー。ようなもの。バールのようなものよく出てくるからね、ホラーゲームに。ねえ。よし。これできっと、はしご。無 言。無言でセーブしに来た。これは調べられないね。はあ
はしご使う。わかったわかった。アイテムで、こうだ。すごい音だな。で、あ、なんかある。あ、なんかある。うん、こっからか。事務所の鍵。はあ、あ、ヴァンパイアの事務所だって。ヴァンパイアの事務所？ヴァンパイア所属。ヴァンパイア所属、吸血鬼。え？やっぱコンカフェ。あ、なんで？そんな、閉められてる。あれか、出た時にカンナさんに閉められたの。あ、そういうことか。これ、ね、これは、ここの鍵か。ああ、そういうことか。なるほど。よし、開いた。いやー、カンナさん、ここにもなんか、いっぱい仕掛けてきそうでやだ。うわー、いる！普通にそこら辺にまだいそうだけどな、カンナ。確かに。え？うわー、すごいな、これ。やっぱ、拷問キングではないのか。ねえ。全部押してるけどな。結局なんなん？ねえ。全部押してるんだけどな。うわー、危ねえ、うん、こっち回ってんのか、くるくる。うんうん。押したけどな。あ、やば。やばエリカ、エリカ、エリカ。エリカ。え？ちょっと待って。あ、ああ、もう積んだ積んだ。積んでる。あ、ナイスナイス。エリカ最強説。あ、やばい。エリカの覇気で止まってたよ、これ。ねえ。オッケー、危ねえ。あー、ナイス。これはこうなんだけど。やばいよ、でも、そのせいで見つかったみたいなとこあるって。救急キットでも、いや、使うべきか？あと一発食らったら多分死ぬな。いや、1残るか。1残るっていうか、ちょっと残るか。メダル結局でゲットできてないんだよね。そうそう。なんかあの、絵画のスイッチとか関係ありそうなのにね。ねえ、わかんなかったな、絵画。ちょっと、え、でも全部調べたよな。他のところから調べて持ってくるのかな？うわぁ、マジで。いや、このコケヒ、きめぇ。なんで歯がちゃんとあるんだろう。ね。にぃって。ああ、いけないわ。じゃあ、なんもないんだね。うん、あれ？ああ、そうか。こっちから来たんだった。ああ。で、バールで、ここから降りられるかも。わかった、わかった。で、あれか、袋カフェにも入れるようになるんだもんね。うん。そうだな。いや、行けるとこ増えちゃな。うん。ようやく戻ってこられた。早くあるあるへ。ああ、いるわ、普通に。うん。開かない。はい。こう。開いた。おー、なんだ？お金がある。おー。袋。ほんとだ。え？袋？生きてる？絶対死んでる。てか、これ、生き物じゃないんじゃない？え、置物か。ねえ、袋いないやん。あ、いたわ。あ、いる。閉じ込められてる。かわいそうに。ショーケースについて。カフェの閉店時間をショーケースのパスワードに設定しています。お客様から、閉店時間の問い合わせをいただいた場合に備え、確実に把握しておいてください。閉店時間。閉店時間はあれか、あの、看板見に行かないとだな。ああ。とりあえず、動物。おぉ。あれ？嘘？何食ってんの？何を食ってんの？何食ってたんだろう。ねえ。あ、ひなぴよのままだ。動物。開いたー！ おー換金アイテム、クラフト可能。クラフト可能じゃん。何と？ぬいぐるみセット。フクロウのぬいぐるみ！あいつやっぱぬいぐるみなんだ。あれぬいぐるみか。なるほどね。どうやって取るんだろう。あれは、ちょっとまずセーブ？あれかな？フクロウ解放したら、うん。フ
クロロ飛んでって蹴落とすみたいな。蹴落とす。ちょっとまあまあ。は？あれ？あれなんか大変なことになってないか？ねえ、こんなんだったっけ？あ、緊急事態車使わせてもらおう。ああ、使える。ああ、へえ。ナイス。ここで売却もできると。金ここにいっぱいあるのか、どういうことだ。とりあえずセーブできたから、ね。やば。やべ。そりゃそうだわ。ええー。そこにいんの鬱陶しいな。殺すしかないか。ああ、いいんじゃない、うん、日本もある。いやでももうね、今1個の3分の1消費してやってんだよね。あれそうなのか。そうそう。あ、もう2本目に差し掛かってたのか、うん。そう、あ、いや、これ、あ、あった。これこれこれ。うん。19時30分。19時半。オッケー、行こう。いやーなんか、戻ってきたはいいけど、ボロボロになってんな。そうだね。うん。ちゃんと、進んでるね。ね。街破壊が。やめてくれよな。19時半。オッケー。やったー、かわいい。あ、これがもうぬいぐるみなんかい。そうだね。なんことぬいぐるみだったわ。ね。で、金にすると。うん。はい、ぬいぐるみセットにします。え、じゃあこの木の上に乗ってんの、これこいつは？看板。看板。生き物いない袋カフェ。いなくなっちゃってる。ああ、食べられちゃったんかな。かわない。そいつらおいくら万円なの？いくら？あ、まあ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 。まあまあ。まあ必要になった時に購入する感じにしようね。うんうんうん。ウエストポーチも、あ、一応また買えるんだ。なるほど。そうだね。上行ったらもう。え？距離ない？そのセーブポイントのさ。うん。エリカとアヤメ。ほんとだ。あれなんで？なんでそんな距離あんの？なんで離れてってんの？あ！どんどん離れてる。すごい。今何のことかなと思ったけど、めっちゃ確かに離れてるわ。おう。あれ？エリカ？なんでそんな距離あんの？エリカ？私のこと嫌い？無効期。入した？おう。お？あ、OPPW。応答せよ。応答してる。OPPW。これは。応答せよ。あの、もしもし。民間人？無事か？すみません。状況がつかめてなくて。こちらは OPPW。つまり、生物兵器を取り締まる国際機関だ。先ほど、救援要請を受けた。救援要請。あ、つまり、私たち助かるんですか？ああ、もう大丈夫。安心してくれ。よかった。これから急いで救援に。ああ、救助に。これあれじゃね？あの、謎の女じゃね？謎の女だ。誰？あなた。あの時の、これ、どっちやってたとかあったっけ？どうだったっけ？私やるか？うんうん。一体どういうつもり？私たちをあんな場所へ閉じ込めて、それでまた狙いに来たとでも言うの？狙う？私があなたを？私はただあなたたちを化け物から遠ざけたかっただけ。あのままだと。とあなたたちもこうなってたわ。あら、仲間？助けてくれたってこと？ねえ。戻りました。海辺ならヘリ着陸場所を確保できるかと。お。すぐ誘導へ向かいます。あ、OPBW の人なんだ。ユイさん。あ、そういうことだ。ねえ。ユイ。やるやん。そういうことよ。お、事件を追う。お、諜報員。諜報員だ。いや、綺麗ですね。いいですね。いいですね。このちょっとゆるい感じの三つ編みって可愛いよね。
あ、ね、ふわっとしてるね。ね。生物兵器の製造計画をキャッチして、捜査に来ていたのよ。それが一歩及ばず、このありさま。この島、外部と通信できないように、妨害電波の類が流れていたみたい。でも変電施設が火事になった影響で、電波妨害機もダメージを受けた。ようやく救援部隊を呼ぶことはできたけど。一方で、火災の影響で虫型の化け物が外へ逃げ出してる。そして連鎖的に、他の化け物まで活発に。虫型の化け物ってあれか、蜘蛛のやつだね。かわいそうに。もう。私のせいだ。え？火災の原因は、私なんです。部屋から出ようなんて言わなければ、みんなまだ生きてたかもしれない。火災を引き起こしたのだって、別に妨害電波のためじゃない。ただ、その場を何とかしようとしただけ。それなのに。何があったのかわからないけど、大変だったわね。でも、そのおかげで救援部隊が来ることになった。自分の行動一つで何が起こるか誰にもわからない。でもみんな、自分にできることを必死に模索して生きてる。生きるって、そういうこと。少なくとも、私はあなたに助けられた。感謝してるわ。私はこれから他の生存者を探しに行く。そして救援隊が到着したらその後は、この騒動の主を追い詰めてみせる。あなたはここで静かにしてて。あやめ。もう大丈夫。あ、間違った。乗っ取っちゃった。マジか。また大丈夫って言うからさ。大丈夫はあやめさんかと思っちゃった。確かに、今度はエリカが。ね、勇気づけてるよ。言ってくれてんだ。ね。もう大丈夫。きっと。エリカ、ありがとう。そうね。もう大丈夫。きっと助かる。それはどうかしら。おっと？誰？いやー、カンナさん以外。ね、カンナさん以外ないと思ってさ。ね、うん、来ちゃったね。あー、いた！え、ビンタで突き飛ばした？パリテ。ねえ、パチーン言うて。抵抗しないで。来なさい。あなたに用があるの。待って、あなた。聞いたわ。この騒動はあなたのせいだって。エリカにまで手を出して一体どういうつもり？バレてたのね。アルドビアウイルスを利用した生物兵器。世界中がこの兵器の虜になる。間違いなく。みんないつまでも私のことを忘れない。絶対に。そんなことで。そんなこと？あなたにはわからないわ。本当はすぐに脱出するつもりだったんだけど、ちょっとこの子に用ができてね。用？あなたには関係ないわ。痛い！また、張り手を。張り手三昧。張り手三昧。え、どこに何、え、どうする気？エリカ！あ、エリカ。放ってなんか置かない。待ってて。エリカはなんで何も言わないの？ねえ。なんで黙ってついてっちゃうの？ねえ。わあ、いる。ここから出るしか。ないけど。え、どこ行った？ここだ。ああ。セーブしたい。そうだね。ごめんね、エリカ。いや、エリカ、ほんと、申し訳ないんだけどさ、ちょっと。ごめんとは思ってるのよ。
でもちょっとね、中毒でさ、セーブの。やめられねえんだ、これが。王よりもまず先にセーブ。おお、また、なんか、新しいところに。ねえ、バックロット。バックロット。クラフトできそうなものはありますか？ねえ、なんか、ありそうだけど。ねえ。ん？なんて？ジム。自然公園。あ、自然公園。はいはいはい。うん、あの、コキシチョウとかがいた方に行くのかな？ああ、かな？わあ、こっちか！エリカ、どこ？あー違う違う、こっち、ちょ、イベント進む前にちょっと探索させてくれや。あ、なるほどね。なんもないですね。よしよしよし。行きましょう。あー、セーブだ！普通にベンチの上に置いてあるっていうね。ねえ。あー、セーブがあるということは。ということは、いた。エリカ！ああ何それ。なんでエリカはそのまま行っちゃうんだ。そんな、どこか、他の道を。他の道ね。またと思う。わあわあ出た。来ちゃった、もう来ないで。ほんとだ、でかい斧持ってんだね。ほんとだね、やっぱ吹きなんだ。うんうん。まずい。ええ？うわ、ゴリラいるわ。いるねー。うん。ゴリラいる、いる、いる、ゴリラ、うわぁ。ああ、よしよしよし。おー、ナイス。なんか、奇跡的に全員、そっぽ向いてくれてた。ね、興味なかったね、こっちに。ね。ここは何だ？なんだここは。ねえ、なんだろう。ん？開かない鍵がかかってる。おう。インコ？なんだ？あそれ、中に鍵が入ってる。開かない。側面にパネル。パネル。お？そう。なるほど。え？あ、はいはい、わかったわかった。おう。オッケーすげえ、記憶ゲーみたいな。そうだね。簡単だったね。よかった。ナイス。で、鍵ゲット？自然公園の鍵。ふれあい扉を開けるため？え？ミュージアム？ちょっと待って、全然見てなかったわ。ふれあいミュージアムって書いてた、鍵に。ふれあいミュージアムに行けるのか？ということはいっぱいいろんな動物に会えるってことだね。やったー！生きてたらな。うん。フローカフェも一匹もいなかったからな。うん。ぬいぐるみしかいなかった。いるねえ。え？もうずっといる？もしかして。あれいない。あ、いなかった。簡単だったね。ここは違うのか？あれなのか？フレナイミュージアム。か？ああ、開いた。触れ合えるんじゃない？でかい動物たちと。本当に、私、小動物の方が好きなんだけどな。小動物と触れ合いたいんだけどな。大きい動物たちと触れ合えるんじゃない？本当かい？あ、これ、生きてる？こいつ。わかんない。それ何？まず。これ何？鳥じゃない？違う。鳥？それ。違うか。もう何あ、でもこっち側に出てこれたってことか。なるほど。そうだね。ほら、生きてる？生きてる？君たち。生きてるかもしれない。さっきも言ったよね。ねえ。うわあ！生きてるよ。生きてる！生きてる動物いるよ。わーい、ゴリラだ。いっぱいいるよ、ほら。いっぱいいるわ。なんだの？そっち側何があるんだろうね。通りまーす。お、またスタッフオンリーだよ。うん。あ
なになに、あ、びっくりした。閉められたかと思ったよ。ん？めっちゃ慎重に進むな。あ、あるね、いろいろ。あ、ここに入んなきゃいけなかったのか、本当に。ん？あ、やった。吸い寄せられてたな、今。ああ、そしてやった。おお。すごい。ああ、ナイフ作っとくか？うん。いいんじゃないかな？作っとこう。で、救急キットを使っちゃおうか。うんうん、いいんじゃないか。もったいぶってても意味ないだろうな、これ。そうだね。次いざという時の。うん。もう死んじゃうからね。どうしよう。うん。まあ、1000回復と。うん。全部別セーブと。上があるね。うん。絶対これ正規ルートな気がするんだけどさ。ちょっとそうかもね。そうね。外もうちょっと見ていいかな。うんうんうん。何もなくね。ね、何もないね。取りまーす。こっちも何もなかったもんね。そうだね。それも。あれ、ここか。ここ開かないのか。電子ロック。中で。なるほど。左側の中でやるっぽいな。うん。うわ、危ねえ。絵は合ってるよな。ね。なるほど。じゃあ、正しい道来てたってことか。うん。思ったより長いですね。おかしいですね。おかしいですね。私たち4時間ぐらいもプレイして、今多分5時間目ぐらいになってるんですけど。あれ？あれりり？ナス。ナス。ナスビ。蝶、ヘビ、アリ。アリ。青、キリ。青、キリ。青。ナスが、1、2、3、4、5。うん。アリが、1、2、3。ミキ。蝶、1、ヘビ、1。うん。なんか関係あんの？うわぁ、タコ1。タコ、聖人。人で4。4つ。なんか着てる。おお、お、お、これはヘビ1。うんうん。4、ナス5。これ何？え？ブブー。最後なんだろう。アリじゃなかったしな。ねえ。なんかもう一枚あったりする？かな？ん？なんか、なんだ最後のは。目？目か！あ、これ、タコの目の話してる？あ、ポクね？なるほど！当たった。あ電子ロック開けました。およし、待ってなさい。タコの目だね。いや、そうだね、やっぱり。うん。そういうことか。目か。目だったね。あれ？ああ、こんなとこにスクラップ。あ、あ、取れたな。で、セーブしたいですね。はい。進んでますね。進んでますね。で、うわあ！来ると思った！さすがにビビった。ああ、壊れた。あ、潰れた？どこまでもしつこい。あ、でもいなくなってる、あいつら。ありがてえ。電子ロック。車。車あるね、普通に。ここ綺麗じゃん。ねえ。ここはずっと、入れなかったってことか、あいつらも。ねえ。え？ん？なんだ？なんだ、ここ。いや、もうちょっとちゃんと止めろよ、車。ケツ出てんな。そう、しかも斜めに止まってる。うん。ねえ。あれは、何これ。これ。エリカのペンダント。そんなのつけてたのか。ねえ。きっと、ここにエリカが。あ。ああ。まさか、ここまで。ああ、来ちゃった。
お、あ、しかも2個も持ってんじゃん、斧。開かないし。両手に持ってるよ。そんな、こんなところで。あ、ルプライターか。おお、すごい。避けろ。わ、いい音。え、ルポだったら泣いちゃう。ユウさん。じいちゃん、あなたはギリギリ無事でよかった。ユイという女性から事情を聞いてまさかと思い追いかけてきたんだ。そうでしたか。カンナのことは私が止めなければならない。それでエリカは？エリカ、それが連れて行かれたんです。その例の秘書の方に。なんだって？急がなければ。よし、君は待って、あ、戻って待ってろ。いえ、私約束したんです、エリカのことを守るって。そんな、あまりに危険だ、命がけになる。今回いろんな人の死に直面して思ったんです、今できることをやらなきゃって。ああ、そうか、そうだな。お、責任者だからな。うん、行こう、手遅れになる前に。おお、行こう。チャプター4、愛の人。うるせえ、行こう。行こう。急ごう。エリカももちろん。あ、勝手に飛んでる、進んでる。ああ、ウイルスが外部に持ち出されれば大変なことになる。絶対に阻止しなければならない。やり遂げるんだ、絶対に。カンナ、一体どこに？あ、セバル。ああ。おお。ルポライターの彼からいろいろと預かってきた。助かる。ありがたく利用させてもらおう。はい。じゃあ一緒ではないかったんだね。ねえ。もし屋上からヘリで逃げられるなら、きっとこの先だ。くれぐれも用心するんだ。はい。行くな行くな行くな。ちょっと、おい。何？おい、大丈夫か？一体何が？あら。え？まさかここまで来るなんてね。あなた、そう簡単にたどり着けると思わないことね。うわ、毒ガスや。臭そう。ウイルス？これは、ウイルスが、まずい。突然。え、カウントダウン。めっちゃ今浴びてなかった。ね、浴びてるね。何？部屋いっぱいあるし、今右回ったよね。ね、あ、あれは、なんてこった。連れて行った。うん。映画とかでよく見るやつだ。うえいて。暗いすぎだ。いて。これ怪我してんのかな。ね、え、なんか食らってない。よく無事だな。あ、食らってない。すげえ。わ、ゴリラいっぱいいる。いるな。あやめ強くなりすぎじゃないか、この期間で。これ何？うわあ！ね、消火器。何何？うわあ！まずい。でもなんかいっぱい。やばい痛い。ああ。やばい。いっぱいいるからこっちっぽくなってるな。ね、うん。増えてきたもんね。うんうん。おー、いいね。オッケー。いいぞいいぞ。
いいけど、ミリなんだよね。そうなんだよね。え？あのウイルスが私の中でうごめくのを感じる。急がないと。わあ。やだぁ。私もゴリラになっちゃうのね。そうだね。もうあやめさん十分ゴリラっぽいけどね。ひどい。あの、パワー的にね、見た目は全然そんなことないですけどね。うんうん、うちなるゴリラがね。そう、うちなるゴリラがさ。はしごだ。あれで、早く上。うわあまずい。すごい落ちちゃうじゃん。ねえ。大丈夫なのか。どうしよう。なにこれ。なんだこれ。これは。あ、モニターのサイズ違いすぎだろ。それな。あ、開いた開いた。おお。よく開けたな。おお。あ、エレベーター。よし、これで。よく操作できたな。なあ。あれは？あ、ここまで戻ってきた。さっきのエレベーターか。右に扉があったところ。ね、あれ？ちょっと待って。あ？いやー。救急キット買っとこうかな。いいんじゃないかな。うんうんうん。なんならもうね。うん。うんうん。買って。よし。ぶするか？まあ、またやろう。もし死んだら。うんうん。こっちか。あれ？違うな。上だ、上だ。うんうんうん。で、ここだ。上だな。これで、やっと上。お。大丈夫か？ウイルス、ウイルス。ね。あ、消えた、ウイルス。お。お。お？すごい。あ、回想なんだ。回想か。5年前、あの頃の私は、すべてがうまくいかなくて、会社も、私生活も、世界の全部が敵に見えた。私はどうしようもなく平凡で、孤独だった。自分はこの世に不要な人間なのだと思った。死のうと思った。そうしてさまよって、でも、いざ死に直面すると怖いと思った。このまま死にたくないと思った。私はここにいると叫びたかった。そんな時、あのウイルスに出会った。これさえあれば。なるほどね。どうなんだろうね、それ。あ、ついた。あら。ついたけどさ。まあ、わからんでもないけどね。ここは。あ、いたわ。あなた。まさか、ここまで来るなんて。エリカを返して！まさか、脱出までの間人質になってもらわないと。それに、まだ使い道がありそうだし。なんだその言い方は。カンナ！一体何が起こっているんだ？どうしてこんな。まったく。面倒ね。何をするつもりだ？金のためにパークを作って、大成功して祭り上げられて。でも、それも終わり？この島はね、生物兵器の性能をテストするための実験場なの。出てきちゃったよ。テストは継続よ。そんな。いや、逃げる気ないのか。大丈夫か？大丈夫ないだろう。どう見ても大丈夫じゃないだろう。先に行ってください。早く。
だが。いいから早く。え、そっち鉄骨あたり戦い時。あ、降りた、降りた。強い。あ、セーブ。兵器についてのメモ。B04、バラカ。井ノ原カンナ、ラガンダ共和国軍需省。生物兵器の鎮圧用兵器。対象が暴走した際は本兵器で対処すること。設計者からの伝言。兵器は使用のたびに膨大な電力を消費します。電力が不足した際は電源装置を操作してチャージしてください。なるほど。電源装置を使うっぽいな。そうだね。そういうことになりそう。うわぁすげえそんな、もうここ、もうここに来るでしょって分かってた上で乗せてくれてたの、これ。いやね、うん、うわあ、あれはこれが電力これが閉めた閉めた見てなさい。おーおーチャージしちゃったうわぁ大爆発だよ。やった、いや、それフラグだって。うん。やってません。あー、すごい。あー、嘘。エネルギー切れです。電源を再起動してください。うわ、ね、そんな、うわー、うわー、しかも再起動、ほら早く開始します。あと10秒。すごい。あ、広くしてくれてる。ああ、危ない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 。あ、当たるのかな、めっちゃ。今度こそ。いやー、でも食らってる。食らったね。危険ですので。いけ。あ、ちゃんと目の前に立ってくれてる。やった、ありがとう。これで終わりよ。チャージショットどうだ？これは、もうボロボロだよ。うん。おー、やった！消し積みになった。終わった。ようやく。え？ちょっともう一回チャージしとかん？一応になってる、確かに。一応の時のこと考えて。え、でもこれどうやっていくの？ね。どこにも行けないっぽい。え、ね、それ、調べられないの？チャージショット。しら、あ、おい、あ、穴開いてんのか。あ、よかった。消し詰めになった後かと思った。ね。早く、エリカの元へ。ああ。大丈夫か？あ、やめ。止まりなさい。ゆいちゃん。あなたは？やばい、ゆいちゃんの声忘れた。ゆいちゃんの声忘れた。清楚系？オッケー。その子を話しなさい。あなたの脱出には無関係のはずよ。そうはいかないわ。この子は脱出までの生命線よ。動かないで。撃つわよ。本当に。え？お。え？何が？どっちが？男の、ん？お！おい！はぁ、あ。はぁ、あ。二人いる。竜さん！おじいちゃん。あなたは、もう、こんなことは終わりにしてくれ。どうして？まだ聞けてないからだ。どうしてこんなことになったのか。君は本来、何をやりたかったのか。私はただ、幸せになりたかった。誰にでもできることしかできないまま、
同じことを繰り返して生きて、そのまま死んでいくなんて、嫌だった。平凡なまま生きるなんて、嫌だった。それで、こんなことを。なんだっけ、これ。誰かを虐げてかな。虐げて。誰かを虐げて、こんなことをして、そんなことで満足なんですか？だって私たち、そんな世界の中で生きてるじゃない！金を持ってる奴が、誰かに何かを押し付けて、それで偉そうにしてる！平凡な人たちを踏みつけにして、私もこうやって、私自身の価値を確立した！幸せになるって、そういうことじゃない！アンナ、君はこのパークは金のためだと言ったね。だが、それは違う。幼少期、私の家は貧乏でね。父はいつも疲れていた。田舎の工場に勤めていたが、安い金でひどくこき使われてたらしい。そんな愚痴をいつも聞かされ、私は人生を悲観し、そしていつも裏山へ逃れていた。そこで出会ったのが、あの美しいコキヒチョウだった。心が洗われるような気がした。あの時の希望、ぬくもり、それこそが私の生きるすべてだ。あんな希望が人生にはまだある。そう思って私は蝶にのめり込んだ。仕事、金、野心。人はそういうものに埋もれて生きている。だが本当はそんなものは埋め合わせに過ぎない。本当は、ウイルスに、まだ、まだ死ねない。エリカを助けるまでは。あ、もう走れなくなってる。あやめちゃん。あやめちゃん。息が。あ、音えぐい。エリカ、今、助けるから。この少女、まさかウイルスを吸ったな。カンナさん、もうこんなこと終わりにしましょう。誰かに刃を向く前にできることがあったはずです。本当は分かってるはずです。どうあるべきなのか。どうなるんだ。どうなるの？あれ？ここは。生きてる。よかった。死んだかと思った。ってか、ゴリラになると思ってた。いや、わしも思った。ねえ。助かった。手紙があるね。うん。これは、それはあのユイという女性からの手紙だった。私はあの後、カンナの持っていた治療薬で一命を取り留めたらしい。ちゃんと持ってたんだ、治療薬。ねえ、あるんだね。カンナさん、もうこんなこと終わりにしましょう。誰かに刃を向く前にできることがあったはずです。本当は分かってるはずです。どうあるべきなのか。もう、遅いのよ！もう、何もかもが。今からだってできるはずです。
おじいちゃん、ずっとあなたを心配してました。私、あやめと出会って気づいた。誰かを受け入れ、そして愛を与えること、そうすれば温かい気持ちになれるんだって。何かをやり直すのに遅すぎるなんてない、絶対に。数年後。マジそんなに時経つの？数年後。その後、井ノ原カンナは全面的な自供や国民感情への配慮も影響し、異例の速さで死刑判決を受けた。あら。ああ。井ノ原カンナは控訴せず、判決はそのまま確定した。お。人類史上初の大規模生物兵器事件について、うん、その実行犯の裁きに世界が注目しています。まあね、これ世界的に危ないものだったからね。ルポライターと一緒に行動している、はい、本当だね。その実行犯である井ノ原被告が本日法廷に姿を現し、哀れな女だ。博物館にあった彼女の幼少期の写真、うん、おそらく彼女が一番幸せを感じていたのはその頃だろう。その後彼女は不遇の連続から社会を恨むようになった。自分の思いを理解してくれる人はどこにもいないと。それからは孤独の日々だ。事件を通して社会に訴えたかったんだろう。私はここにいると。そんなことで幸せになんてなれるはずないのに。誰からも必要とされず、愛されていないという、愛されていないと思う苦しみ。それこそが、この世で一番の苦しみだ。うん。そうね。それは本当にもう人生のテーマだよ。街は落ち着きを取り戻しつつあった。まるで事件の前と何も変わっていないような。でも本当は確かに変わっていて、もう二度と戻ることはない。そうだね、香り。うん、香り、ありがとう。お、簡単なことのはずなのに。独居房か。うん、誰かを愛して愛されればいいだけのはずなのに。彼女は残された時間をどう過ごすのだろう。誰からも必要とされず、愛されていないと思ってしまう苦しみ。それこそがこの世で一番の苦しみだ。うん、ごめんね、待った？ううん、大丈夫。ねえ、今日はどうする？私はこれからも、当たり前に映る風景、その幸せを、愛を、必死に抱きしめながら、生きようと思った。教授と、はぁ、あちゃ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 、エンディングですね。終わりましたね。終わりましたね。いやー、裏にあったテーマがあまりにも重たい。そうね、カンナの人生がだいぶ関わってたな。そう、細かいところまでとかはね、全然わからないけどさ。うん、うん、うん。いや、本当に、でも、愛ってこ、もうね、最近もよく考えてたりとか、裏で話題にしてたりしたんですよ、ゴドゼと。てか、さっきのね、含みがあるセリフがさ、そう。全部最近のことが含まれてるだろうと思ったよ。ねえ、だから、ええー、と思っちゃって。いや、やっぱこれ人生の、誰しも人生のテーマになるんだなって思ってさ。そうだね。
びっくりしたわ。確かにね、最近ちょっとテーマではないけど、なんだろう、そのことについて考える時間が多すぎて、そうすごい、ね、繋がってきたな、こっちも。そう、いや、リンクしちゃったまさかホラゲ実況さえこっちに繋がるとはね。ね愛とかいう話にね。そう、いや、愛だなとか言って、もう最近マジでいろんな情緒を経験してたからまあまあ、マーダーミステリーなりね。ねえ、うんうん、アルマソフトさん、ありがとうございました。ありがとうございます。作中の描写は犯罪行為や倫理上問題とされる行為を容認推奨するものではありません。もちろんです。うん、環境問題の一環として認識されていますと。うん、うん、この注意書き大事ですからね。うわぁ、アルマソフト第一作、これ吹き、これなんて読むのかわかんないね。も、お、地味、毛量とか、あ、大型アップデート、そうなんです。こちらも、新たなキャラクター、再構築されたステージ、より遊びやすく、よりエモーショナルに、その惨劇は進化する。同時リリースされたんですね。はち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 。はちはちはち。今回のフリーホラーは、アルマソフトで。終わりましたー、 お疲れー、ゴドゼー、ありがとう。お疲れー。今の時点で1時間半撮ってるので、うん。結果5時間半長えー、長えわ。1時間45分が5時間半になってしまいました。皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。またね、ゴドゼットも一緒に遊ぶ機会たくさんあると思いますし、アルマソフトさんのゲームも出たりとかしたらやろうと思ってるので、これからも何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。別のゲームもぜひ見てね。見てね。では、おつぴよでーす。おつぴよでーす。おもろ。